皆さんこんにちは。人文情報学科の上田です。こんにちは。4年生の河野です。技術の変化や競争の激しい IT 業界では、洪水のようにあふれる情報をうまくマネジメントする能力が求められています。そこで6月15日の模擬授業では、情報とマネジメントって役立つかもと題して、1年生の時に会社を設立し、学科での学びを積極的に会社のマネジメントに生かしてきた河野君の事例を紹介します。では河野君、簡単に自己紹介をしてください。はい、僕が会社を起こしてから今年で4年目になります。明確な目標を持って人文情報学科に入学し、学科での学びを会社経営に生かしてきました。僕の経験が皆さんのお役に立つことができれば光栄です。では皆さん、6月15日にキャンパスでお会いしましょう。